もう今や台湾は世界にインパクトを与えるデジタル最先端の技術大国へと変身しています。ものづくり開発系のスタートアップである弊社にとって台湾企業とのコラボレーションは必然であります。そのような意味で、ガレージプラスさんのプログラムに、応募させていただいて参加させていただいております。この度のガレージプラスのプログラムに参加し、開発マインドが旺盛なスタートアップさんの旺盛にびっくりしております。すでに台湾は世界における次世代のシリコンバレーであると思ってます。なので日本に戻ったら、ここからガレージプラスさんのことはどんどん広めてですね、みんなに、宣伝したいと思ってます。